徳田919月12日から1953年10月14日は、日本の政治運動家、共産主義者、革命家、弁護士、政治家。衆議院議員、戦前の非合法政党時代から、戦後初期に至るまでの日本共産党の代表的、活動家で、戦後初代の初期長を務めた、特急の愛称で知られる。沖縄県国が味方、名古紛利出身。 家業は、印刷屋で、旧一の名は、琉球一の人物になることを願ってつけられた。旧西沖縄県立第一中学校卒後、旧西第七高等学校に入学するも、教官の琉球出身者に対する差別に反発して、退学、苦学して、日本大学の夜間部を卒業、弁護士になった。1920年、日本社会主義同盟に参加。 1921年にソ連を訪問。1922年、非合法の日本共産党結成に参加。中央委員に選出される。1925年、1927年にもソ連に渡った。1928年の第1回普通選挙に労働の民党から出馬したが落選。直後の2月26日に治安維持法違反で、 文字駅で逮捕された。これが直後の三点一号事件の走りとなる。徳田はそのまま獄中で十八年を過ごした。九百五十五年七月十五日の日本共産党三十三周年記念式の様子。徳田の肖像が中央に掲げられている。徳田は第二次世界大戦終戦後の九百四十五年十月十日に府中刑務所を訪れた。 フランス人ジャーナリストのロベール・ギランによって発見され、出国、連合軍を解放軍と呼んだ。日本共産党を再建し、同年12月の第四回党大会で初期長に就任する。1946年には、中華民国から帰国した野坂33と共に衆議院議員に当選。同年、重慶、工作の未亡人である徳田達と結婚した。 翌年1947年には2.1、ゼネストに関与し、連合軍との密月は解消された。1955年9月17日、徳田の遺骨とともに、北京から羽田空港へ戻った、滋賀吉尾。1950年、徳田陽性問題が発生し承認関門を受ける。コミンフォルムから批判を受け共産党が内部分裂した。また、 同年6月に公職追放され、7月に団体登記政令に基づく出頭命令を拒否した団ただし令事件で逮捕状が出され、地下に先行した。同年10月、大阪港から中華人民共和国に亡命し、幹部による指導機関である北京機関を組織した。この時徳田は安静にして余命4年という健康状態であったが、この事実は、 幹部以外には否得された。徳田は引き続き党の全体方針決定を行うことが確認され、亡命先から地下放送の自由日本放送を通じて武装闘争方針を指示した。しかし、やがて北京機関内部では国際派との妥協を唱える野坂33、西沢隆二らとの対立が表面化する。1951年7月には徳田は、 自己批判を行っている。1952年9月末に入院、間もなく意識不明の重体となった。1953年、脳細胞血管の痙攣のため北京で病死、徳田のその死は1955年まで公表されなかった。同年9月13日に北京で開催された徳田の追悼大会には3万人が参列した。墓は、 東京都府中市多摩霊園、東京都港区青山霊園の解放運動無名戦士望、千葉県松戸市八柱霊園の徳田家母に分骨されている。多摩霊園の墓には、毛沢東が徳田の死に際して送った、国別大使である、長水不休の字が刻まれ、墓碑鳴の文字は、周恩来が書いたものである。葬儀の際には、 徳田九一同士衛生普及と、毛沢東自身が記号した横断幕が中国側から送られていたが、渡辺土地家によると、現在は行方不明になっている。これを含め、徳田の関係資料を日本共産党は廃棄処分とし、現在も所在が不明のものが他にもある。徳田の出身地である、名護市のガジュマル公園には、功績を記念して死によって、 記念碑が混流されている。記念碑には、肖像のレリーフと共に、ため人民無期待献信と彫刻されており、かつて徳田が好んで使い書いた言葉である。この記念碑は1998年に公費によって建てられたが、混流に際しては、自民党、公明党、日本社会党なども、党派を超えて賛成をしたが、日本共産党は態度を保留した。 このほか、八王子市の東京霊園には、革命英雄記念碑があり、徳田の功績を称えている。これは、日本共産党が独自に建てたものである。なお、徳田の妻、達は後年日本共産党を除名され、日本共産党に合流、同じく除名された、渡辺正之介の妻、丹の説と共に、徳田、渡間栄を結成、相談役となった。 特田の遺影を囲む共産党指導者ら。極中18年という経歴から共産党支持者から英雄視され、親しみやすい人柄で特急のニックネームがあった一方、党内で親父、特田天皇と呼ばれるような過不調的指導体制であったという批判もある。特に文化運動では、 娘婿の西沢隆二の方針を支持し、ダンス史上主義と言われるほど、社交ダンスをウィンドウの中に持ち込んだ。また、宮本より子は、1949年に、小説家を軽んじる徳田の方針に対する意見書を提出している。ただし、北京への渡航後は、国際派への妥協を主張した西沢と対立し、伊藤氏の回想によると、俺は、 長年獄苦中にいて世間に疎いから、西沢に柔らかくほぐすよう助言させてきた。しかし、それは、ブルジョア思想で俺を毒する危険な協力だった。彼のため、もう一歩で一生を謝るところだった。彼と、野坂は、同じ思想だ。彼を日本へ返してしまおうと絶縁を厳明した。しかし、西沢の相関は実現しなかった。吉田茂とは、 政治的立場において全く相入れないものがあったが、意外にも、人間的には、馬が合う間柄だったようである。吉田は、晩年、随筆、大いその末で、共産党の徳田久一君は、議会で私を攻撃するときは誠に激しい口調で、あるが、非常にカラッとした人で、個人的には、好きな方の人であった。敵ながら、愉快な人物であったと述べている。 共産党には、第一次祖格の当初から悩まされ続けたが、最初の初期長だった、徳田九一という人物に対しては、私はどういうわけか、あまり強い反感を持たなかった。もちろん、徳田君は祖や無縁慮、私の祖格阻止のために、その一党を持って夜中官邸を囲み兵を乗り越えて、侵入したり、宮中の大全部へボートを連れ込んだり、 例の2.1ストの時などは最後まで、眼鏡に抵抗を続け警察を手こずらせたり、厄介かつ怪しからぬ男ではあったけれど、他の共産主義者が、なんとなく嫌味で、悪辣で必要で,で,であったに反して、悪感を抱かせるようなところは少なかった。むしろ付き合いすべしとも思われた。この徳田君に、私が特に関心していることが一つある。いつ頃だったか、 とにかく在野時代であるが、党の幹部の一人が、100万円だったかいくらだったか、寄付をもらったが、これは党への献金だから、と言って、私に令状を書いてくれというので、それを書いてやったのが、問題になって、国会の何とか称する委員会に引き出されて、左問を受けたことがある。社会党の議長が委員長で、社会党の委員がうるさく、私に質問して、 私の個人財産に渡ることを、かすかに入り、歳をうがって調べた。その時共産党の徳田君に至っては、一言も、言わない。むしろ関節に、私を助けたいような態度で、なんとつまらぬことを言うのかというがごとき風を示していた。議場の質問などでは、随分激しいことを言うが、剛も指示に渡ることは言わない。私は関心な男だと思った。 議場で縁談に上がるときなど、私の前を通りながら、大いにやりますぞと声をかけたり、また戻り品に、今日は参ったでしょうとか言って、からかったりする。他の連中が、目の色を変えて、狂犬のような調子で食ってかかるに反して、徳田君は時々私の方を振り返って、にっこりするという調子で、どことなく、憎めないところのある人間であった、吉田茂、改装十年また、 第一次、吉田内閣で、大倉大臣を務めていた、石橋丹山も、好意的な印象を抱いていた。当時の共産党の例えば、徳田九一などと話されたことは、石橋あった。面白い男だったですね。非常に正直な人間です。それに、理屈はわかる方でしょうね。わかるから話がしやすいですね。徳田九一というのは、 大体どんな男だったんですか石橋面白い男だった。ガラガラして。話はわかるですね。僕が初めて彼に会ったのは、立川かどこかの選挙演説で、休憩の時だった。その時徳田君は、ナタマメキセルでタバコを飲んでいる男がそれだった。石橋さんですか、東洋経済には大変ご厄介になりましたという。監獄にいる間に、東洋経済だけは、 入れてくれた、東洋経済だけが世間を知る窓口になったというのです。石橋丹山、丹山座談宮本賢治が当主となり、1966年に中国共産党と他元を分かって、自主独立の党を標榜するようになった後の日本共産党においては、1950年から1955年にかけて、 徳田九一と野坂三十三の分派がソ連や中国の言いなりとなって武装闘争路線を持ち込もうとしたが宮本賢治はこれに反対した五十年問題でソ連など干渉者の指揮のもとに誤った道に踏み込んだのは東中央の一部の幹部徳田野坂分派に属する極少数の者にとどまる五十年問題を経て党は自主独立の立場を確立したという立場を とっているため、徳田九一は否定的に扱われている。またそれ以前、以前、日本共産党が中国共産党やソ連共産党の影響下にあった時代の1955年の第6回全国協議会でも徳田九一は厳しく批判されている。六前協は徳田が個人的な感情で伊藤忠などの側近ばかりを返帳し、 同志たちを広く公平に登用しなかったとして、過不調的な個人中心指導の誤りを犯したと批判した。ありがとうございます。